キッズゲームス。やっほー、チャンネル登録してね。いいねボタンもポチッと。大変だよ。どうしたの？実はさっきこんなことがあったんだ。バナナ、今は食べちゃって持ってないよ。持ってないのにどうしたらいいの？そんなことが。とりあえず僕たちはバナナ持ってないし、一旦ここから出よう。わあ、追いかけてきた。パスラクモリンダッシュ。ここまで来れば大丈夫そうだね。ここトゲトゲだらけだよ。落ちないように慎重に進もう。でも学校にこんなとこあるなんて不思議だね。何か特別な学校なのかな。わあ、さっきの人って手だけ。ここあの人が作り上げた学校なのかもしれないな。なるほど、だからこんなにいろいろあるのか。それで入ってきた人たちからバナナを奪う。そんな危ない学校に僕たち入っちゃったの？早くここから出たいよ。追いかけてこないうちに頑張って脱出しよう。見て見て、チョークの階段だよ。やっぱ学校だけあって学校のものがいろいろあるね。あ、机がいっぱい置いてある。ここのフェンスが高いからこの机を置いて移動するのかも。なるほど、階段みたいに重ねておこう。これでいけそうだね。って、さっきの人いる。ここどうやって出るの？見て、あそこにボタンあるよ。ほんとだ、ポチッとな。あ、出口ができてる。うぅ、助かった。これでもう安心。って、なにこれ、マグマだらけだよ。よいしょ。あー、びっくりした。止まってたら沈んじゃうから早く渡らないとみたいだね。任せて、クモリンダッシュ。ナイスクモリン。クモリン天才です。いやー、なに、すごい回ってたね。ここも足場落ちちゃうよ。急いで渡らないとね。クモリンダッシュ、助けてー。あー、惜しい。なにこれ。さっきの人の頭のオブジェだね。さっきの人が大きくなっちゃったのかと思ったよ。ここすごい高いよ。しかも下にはまたマグマがあるね。降りるの怖いよ。やっと着いた。でもまだマグマだらけだね。光る棒いっぱいあるよ。ジャンプしていこう。何その動き。なんかこの方が踏まない気がする。あれ出口だよね。で、あれ開いてないよ。あ、あそこにボタンがある。あれを押さないといけないのかも。ポチッとな。ここ出口じゃなかったみたい。出口までの道のりは長そうだね。そういえばさっきの人全然会わないね。どこにいるんだろう。きっともう追いかけるのやめたんだよ。で、話をしたそばから。いやー、来ないでー。あ、あそこから先に行けそう。た、助かった。ここから降りられそうだね。ここもマグマ。で、なに、スタートラインで足が速くなったんだ。なるほど、クモリンダッシュ。ていうかここ学校ですらないよな。あっちに道続いてるみたいだよ。入ろ入ろ。ボールいっぱいだね。さっきの人バスケやってたのかな。あ、外出られそうだよ。さっきの人だ。戦うしかなさそうだね。いやー、ボール投げないで。このバズーカで戦おう。そうだ。カンデルバナナいっぱい食べるんだから。外も暗くなってきたし、そろそろ帰ろうか。サンサン、ポリル。そんなに慌ててどうしたの？外に。外がどうかしたの？外にハギーワギーがいたんだよ。ハギーワギーが？ハギーワギー？青くて大きなぬいぐるみなんだけど。ぬいぐるみ？きっと可愛いんだろうな。早く見に行くよ。ちょっと待ってよ。誰か立ってるね。あれって本当にハギーワギーだ。だから言ったじゃん。
ちょっと怖いけど、なんだか可愛いね。にゃげそう。なんだか怒ってない？私たちなんかしたっけ？追ってきた。逃げろ。このままじゃ追いつかれちゃうよ。僕たちが何もしてないのになんで追われてるの？とりあえずそこのトイレに隠れよう。ねえ、追ってきたにしては静かじゃない？確かにそうだね。きっともう諦めてたんだよ。そうかな。二人とも、うわー、また追ってきた。この追いかけっこいつまで続くの？あそこの部屋に入ろう。わー、あれ、入ってこない？もしかして体が大きくて入れないのかな。諦めたみたいだね。助かった。ここにずっといるわけにはいかないよね。見つからないように学校から脱出しよう。僕たちがハギーワニーから逃げられるようにいいねで応援して。慎重に周りを確認しながら歩こうね。突然現れたら逃げられないもんね。わあ、なになになに、真っ暗になっちゃったよ。ちょっと待って、確かあのアイテムが。これで少しは明るくなったよ。さんさんナイス。でもなんで電気が消えちゃったんだろう。もしかしてハギーワギーの仕業？それはわからないけど、電気を直すために管理室に行ってみよう。暗くて歩きにくいよ。あれ、足？ハギーワギーだー。逃げろー。暗くてどこに逃げているのかわからないよ。今はとりあえず走って逃げるしかないよ。なんとか逃げ切れたね。は、二人とも見て、管理室だ。偶然たどり着けたんだね。早速電源を入れよう。ショット。やったー、明るくなったよ。これで玄関まで行けそうだね。また電気を切られる前に脱出しよう。もう少しで玄関だね。ハギーワギーだー。あともう少しで出られたのに。追いかけられてばっか嫌だよ。この倉庫、隠れられそうだよ。あ、この棚に入ったら見つからないかも。くるちん。静かに、ハギーワギーが来てるかも。助かったのかな。もう怖すぎるよ。ずっと逃げてばっかりだから少し教室で休憩しない？みんなクタクタだし、そうしよっか。僕もう疲れて動けにゃい。ちょっと思ったことがあるんだけど、出会った時に出口立っていたのも、玄関の近くまで来たら出くわしたのも、僕たちを学校から出さないためなんじゃないかな。にゃんですと？遅いのが目的じゃないってこと？その証拠に窓の外を見てみて。窓？わっ、校門の前に立ってる。しかもこっち見てる。でもこっちに来ようとしないね。もしかしたら学校で何かしてほしいのかも。それじゃあ一休みしたら探索開始だね。何かあるかな。あ、本が置いてある。部屋の真ん中にポツンと。いかにも怪しいね。何が書いてあるの？ハギーワギーからの謎謎。僕が好きな食べ物を当てて持ってきてね。1、アメンボ。2、玉のり。3、たらい。4、靴ひも。5、ナマケモノ。どれも食べ物じゃないじゃん。1、アメンボ。2、玉のり。僕答えが分かったかも。教えてサンサン。アメンボ、玉のり、たらい、靴ひも、怠け者の中に答えはないんだよ。ニャンデストン。そしてこの矢印なんだけど、これは読む文字を表しているんだよ。読む文字？1のアメンボだったら1番目の文字のア、2の玉のりだったら2番目のマ。なるほど、それなら3のたらいならいったね。4の靴ひもはモナ。5の怠け者はノ。全部つなげると甘いもの。それじゃあ玄関に向かうよ。来たのはいいけど、僕た
ち甘いものって持ってるっけ？持ってるよ。クーモリン、ハギーワギーにバナナを渡して。なんで持ってること知ってるの？だってクーモリンだもん。今はそのバナナしかないから。お願いクモリン。仕方にゃい。バナナどうぞ。消えちゃった。僕たち助かったんだね。やったー。僕もヒトヒト。あれ、何か落ちてるよ。手紙みたいだね。遊び楽しかった、また来るね、バナナありがとう、だって。もしかして私たちを襲ってたんじゃなくて遊んでたつもりだったの？もうそれなら最初から言ってよね。まあでも襲われてるわけじゃなくてよかったね。そうだ、バナナ美味しかったですか。どうしたの？サンサン、この町に何かが足りない気がして。僕もそう思ってたんだ。クモリンも？うん、ズバリそれはバナナ農園。そうそう、バナナがいっぱい食べられるバナナ農園って違う。にゃんですと。足りないと思ったのは遊ぶところだよ。言われてみれば確かに遊ぶところ少ないかも。僕たちで遊ぶ場所を作れればいいんだけど。二人とも何か悩み事かしら？あ、つくぼー。この町に遊ぶところは増やしたいんだけど、何かいいアイディアないかな。そうね、公園を作ってみるのはどうかしら。公園いいかも。賛成賛成。それじゃあ早速作っていきましょう。おー、公園作り応援してくれるお友達はいいねを押してね。ここに公園を作っていくわよ。すごく広い。これだけ広いと何でも作れそうだね。まずは何を作ってみたい？遊具もいいけど、まずは噴水を作ってみたいな。確かに噴水があれば公園が綺麗に見えるわね。それじゃあ噴水の作り方を教えていくわ。お願いします。まずは水を溜めるところを囲っていくわ。どんな形がいいの？そうね、今回は初めてだから丸にしましょうか。マインクラフトで丸を作るのって難しいんだよね。難しい場合は四角でも大丈夫よ。囲い終わったよ。そしたら中に水を入れて、水の中のブロックを一段掘って、水の底を好きなブロックに変えてあげれば第一段階は完成よ。これだけでも綺麗だね。次は真ん中に柱を置いていくわ。今回はクォーツの柱と戦力岩の堀を使いましょう。柱ができたら上から水を流してね。なんだか噴水が細いよ。大丈夫よ、柱の周りにこうやってブロックを置いて水の流れを変えてあげれば。すごい綺麗な形になった。あとはさっき置いたブロックを壊して噴水の完成よ。あっという間に噴水ができちゃった。これで公園が綺麗に見えるね。次は何を作りたい？はいはい、僕バナナの形で何か作りたい。それじゃあ大きなバナナを作ってもらえるかしら。任せて。それそれそれ、じゃじゃーん。もうできたの？さすがクモリン、上手なバナナね。クモリン天才です。それじゃあこのバナナを使って遊具を作っていきましょう。まずバナナの後ろに柱とはしごをつけて、次に中をトンネルみたいにして線路を置けばバナナトンネル滑り台の完成よ。かっこいい。クモリンらしい滑り台だね。トロッコを置けば実際に滑れるわよ。バナナのトンネル最高。中が白っぽいのもリアルでいいわね。細かく再現したんだよ。バナナのこだわりを感じるね。なんだか僕トイレに行きたくなってきちゃった。安心して、二人が頑張って作ってくれてる間にトイレを作っておいたわ。ニャンネスト、いつの間に？トイレが近くにあると安心よね。さすがつくも。あいつら
ず邪魔してやるぜ。どうやって邪魔してやろうかな。なんだこの箱は。なるほど、公園作りの材料みたいだな。そうだ、いいこと考えついたぜ。それじゃあサンさん、材料を取ってきてくれるかしら。はーい。あれ、あれあれ、ここに置いてあった箱がなくなってる。ニャンニストーン、残りの材料が入っていたのに。困ったわ、新しい材料はすぐに準備できないのよね。そんにゃーん、ガッキャッキャー。この声はノイズ。お前らの探してる材料は俺様がいただいたぜ。そんな、返してよ。やなこった。返して欲しかったら探してみろ。それじゃあな。なんとかして探し出すしかないね。それじゃあ手分けして探しましょう。リンさん、一体どこに隠したんだろう。バナナどこかな。じゃなかった、材料どこかな。なくなってから時間はあまり経ってないから、きっと町の中にあるはずよね。あ、サンさん、材料は見つかった？見つからにゃい。闇雲に探してもダメそうだね。キャッキャッキャー、苦戦してるみたいだな。ノイズ、絶対に見つからない場所に隠したからな。絶対見つからない場所ってどこ？それはな、って誰が教えるか。わかった、バナナ農園。違う、山、海。適当に答えるな。それでは正解は学校横の倉庫。ひあ、流れで答えちゃったね。学校横の倉庫にレッツゴー。ずるいぞお前ら。到着。でも箱がたくさんあってどれかわからないね。そうだ、全部開けちゃえばいいんだよ。そいつはやめといた方がいいぜ。どうして？ハズレの箱を開けると倉庫の下の爆弾が爆発するようにしてあるからだよ。爆弾？それじゃあ箱を開けられないよ。正解の箱は俺様しか知らないから、爆発するか諦めるしかないぜ。俺様は逃げるから、せいぜい頑張れよ。じゃあな。あれ、開かない。どういうことだ。もしかして扉が壊れて出れないの？うるせえ、お前らも出られないからな。こうなったらつくもが気づいてくれるまで待つしかなさそうだね。それじゃあ待ってる間に材料探ししようっと。おい、ハズレの箱を開けるとドッカーンなんだぞ。大丈夫、僕の幸運を信じて。やめろ。クモリンが箱を開けちゃうから早く正解を教えて。じゃないとノイズも爆発しちゃうよ。にゃ、仕方ない、これが正解の箱だ。やった、これで公園作りができるぞ。みんな大丈夫？つくもん、みんなの声が聞こえたから来たけど、無事に材料が見つかったみたいね。じしゃー、今度はうまく邪魔してやるからな。覚えてろよ。無事材料も見つかったし、公園作りの続きをしよう。うん。それじゃあ次の遊具を作っていくわね。まずは粘着ピストンを1個置いて、その上にスライムブロックを9個置いていくわ。スライムブロックの周りをテラコッタでいい感じになるわよ。ほい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 、すごい、これだけで軍とおしゃれになったね。そして囲むように好きなブロックを置いてポンポンポーン、その上にフェンスも置いちゃうわ。それ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 、出入りができるようフェンスゲートも設置しましょう。何ができるんだろう。それは完成してからのお楽しみね。
次にフェンスの上に好きなブロックをこんな感じに置いて、トリップワイヤーフックをつけて糸でつなげる。何ができるかなんとなく分かったかも。僕全然分かんない。そしたら片方のブロックの下のフェンスを壊して、レッドストーンをこんな感じで置いて、下の粘着ピストンとつないでね。あとは見た目を良くするために好きなブロックで囲って、上に行くための階段をつければ、トランポリンの完成よ。やっぱりトランポリンだ。これでジャンプができるの？それじゃあ早速試してみましょうか。うわー、高くジャンプできてる。僕もすごい、自動で跳ねるんだね。また今度他の遊具も作っていきましょう。次はバナナのシーソーとバナナのブランコに。そんなにバナナばっかりだとバナナ公園になっちゃうよ。え？バナナ公園にしないの？しないよ。そうだ、バナナ公園だと思ったのに。四つの家から当たりを探せ、ドキドキお家当てゲーム。当たりのお家には豪華な景品が入ってるわよ。よし、頑張るぞ。やるぞやるぞやるぞ。ただし、外れの家を選んだ場合はいろんな障害をクリアして脱出してもらうわ。挑戦は3回まで。よーく考えて選んでね。オッケー。当たりのお部屋行けるようにいいねで応援してね。それじゃあ1回目、どこの家にする？ここ金の家。いや、ここは木材の家だよ。そこが一番外れって感じする。まあ普通はそうだろうな。だが俺はその裏を読む。よくわかんない。金の家にしようよ。いや、木材だ。こらこら、二人とも喧嘩するならこのゲームはなしよ。ごめん、ちょっと熱くなりすぎちゃった。僕こそごめんね。いいよ。じゃあさ、先にクモリンが選んだ金の家に行こう。ダメだったら木材の家に行ってみるのはどうかな。賛成賛成。二人とも行きたい場所は決まったようね。それじゃ行ってらっしゃい。レッツゴー。オーマイガー、マグマだ。絶対外れじゃん。まあもう入っちゃったし、脱出を目指そう。これをクリアすればいいのかな。多分そうだね。こんなの一発クリアしちゃうよ。いやダメじゃねえか。今のは練習だから、次が本番。結局ダメじゃねえか。ここはこうやって、うまいでしょ。ミミィすごい。僕もかっこいいところ見せるぞ。じゃあこっち頑張れ、クモリン。オッケー。トントントン。もう少し。うわー、あっちゃー。もう一回。ほいほいほい。あ、いけた。ナイス、クモリン。クモリン天才です。もうすぐで出口みたい。二人ともお帰りなさい。次に入る家は決まってるかしら。さっきビビーと約束した木材の家。わかったわ。今度は当たって。あれ、なんかボロボロのお家。お宝の匂いはスン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 しません。匂いでお宝がわかるの？わかんない。わかんないんかい。もうどっちにしろ外れの家だったね。ここは何したらいいんだろう。この部屋はモンスターを10体倒すと出られるわ。二人とも頑張って。10体？ゾンビ10体なら余裕じゃん。必ずしもゾンビが出てくるとは言ってないよ。とりあえずここ入ってみようよ。わかった。やだー、助けてー。うわー、スケルトン何匹いるの？もう最
無理そうだね。別の部屋を。こっち。あ、雲だ。これなら行けそうだね。えいえいえい。やった。2匹倒したね。この調子で他のところも。いやー。今度は何？クリーパーが。あ、でも爆発したからやっつけたことになるんじゃ。残念、クリーパーの爆発は無効よ。ガーン。じゃあもっと頑張らないと。えいえい。おら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 。こっちも。えい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 。えいや。な、残り一体。こことかどうかな。なんかここだけ異常に危ないオーラを放ってねえか。でエンダードラゴンは無理だよ。他に倒せそうなモンスターいないかな。クモリ後ろ。あっちあっちあっちちちち。おらら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 。た助かった。ブレイズがどっから来たのか知らないけど無事に10体達成だ。わーい、早く出よう。ちゃんと帰ってこられたみたいね。じゃあ最後の選択といきましょうか。迷うな。こっち、絶対こっち。ここはクモリンの直感を信じてみるか。僕に任せて。あれ、おいおい、ハズレじゃねえか。うそ。まあしょうがないか。ここを出るためには秘密の鍵が必要みたいだから探そう。あやいさん、目の前の扉がすごく怪しいけど、まだ手がかりはないし後でだね。まずはここから見ていこう。しりとりを完成させようって書いてあるね。ゴリラ、ゴマ、ラクダ、リンゴ、バナナ、団子の中から当てはめるんだ。しりとり、バナナ。なんでそうなるんだよ。え、バナナから始めた方がいいじゃん。しりとりからつながるんだから、ここはリンゴだよ。なるほど。次は5だからゴリラかゴマだね。ゴリラだ。その後にラクダ。その次はだ団子。最後はバナナ。違うだろ。何ストーン。ゴマで終わり。枠が5個で1個余るからバナナはいらないよ。バナナが入らないなんて。とりあえずしりとりの答えはこれで正解みたい。なんかカードもらった。これで出られるかな。試してみよう。うーん、開かない。そしたら他の扉を開けるカードかな。こっちこっち。また新しい部屋だ。部屋の中からアイテムを探して正しい数を入力だって。このヒントを見ながら完成させればいいのかな。ってことは本棚が5個でチェストが2つ、松明が6本、チューリップが3つ。これを順番に並べると6、2、5、3か。えい。あれ、開かない。数え間違えたかな。もう一回確認してみよう。おかしいな、合ってるはずなんだけど。あ、ミッキー、チューリップ。チェストの中に1本隠されてたのか。ということは6254だ。開いた。また鍵入ってるよ。今度は出られるかな。キラケーゴマ。やった、開いた。お疲れ様、2人とも。やっと出られた。でも3つとも外れのお家当てちゃったね。今回は残念だったわね。ただ当たりの家はどんなお部屋だったか気になるわよね。今回は特別に紹介しちゃうわ。やったー。じゃーん、こんな感じよ。わー、すごい豪華なお部屋だね。うーん、ここのお宝の部屋当てたかった。また次頑張りましょう。今回のゲームどうだったかしら。
面白かったよってお友達はいいねを押してね。僕、お宝だらけの家に住みたいな。なんで？王様の気分になれそう。ふんふんふん、今日はバナナをありったけ持ってこーいとか。そんな王様いるか。そうだ、バナナの家も作ってください。サンサンキッズゲームス